ね。うん、そうそう。今度もう2月になるし、2、3って話だから、まあね、天皇会議、あそこ行く講師持っていかなくちゃいけない。いや、先生とかそういうのもね、もうだって何回もないじゃないね、2ヶ月しかないしね。だいぶみんなゆっくりになったね、違うと思うんですよ。みんなと12月くらいから前回してたじゃん。やっぱそれだけだったんだけど、2年も経ってもちょっと今ね、やらなきゃね。お客様にお願いいたします。もう今度はやめようかと思ったら、鼻で運ぶか、鼻で運ぶでかいいですか。あの、企業みたいな企業ちょっと買う。それでやると、今度からも少し終わるまで休まなきゃ、もう3日もやる。私はね、上北だから、だから上北。